作家、村上龍の初の短編集。角川書店より1984年9月10日に初版が出版された。まず、角川文庫版が出版され、1988年8月にサマー・イン・ザ・シティと改題され、単行本化されるという変わった経緯を持つ。文庫版のデザインは、スタジオ・ギブが、カバー写真は、浅井新平が担当した。 各短編の扉にも、浅井新平の写真が一応ずつ使用されている。後書き、よび栗本慎一郎による解説、悲しく透明なブライ派の愛がある。ハワイアン・ラプソディと、金が鳴る島は、大丈夫、マイ・フレンドの原型となった短編であり、ハワイアン・ラプソディは、本書よりも先に、メイキング・オブ、大丈夫、マイ・フレンドに収録された。また、フィリピンでは、 フランシス・コッポラの地獄の目白録撮影現場を訪れた際のエピソードが使用されている。本書とニューヨークシティマラソン収録の短編によってデビューからコインロッカーベイビーズを経て大丈夫マイフレンドに至るまでの初期の村上流の短編を読むことができる。ありがとうございます。